はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。今回なんですけどね、来ましたよ皆さん、フルバレットデクの強化が実装されました。来たね、来たよ、つい。まあ、ちなみにどういう内容かっていうと、まずアルファのレベル1から3の時の段数が増加しました。今こちらね、現在6発となってるんでね、結構ね戦いやすくなりましたね。そしてガンマがレベル1から3の時2発になりました。いや、この調整が結構でかくて、今まで結構初動ファイトがねかなり苦しかったんだけど、このガンマが2発になったことによって、こう初動ね敵ともめちゃくちゃ戦いやすくなったよって感じですね。でしかもこのガンマを上げる必要性がなくなったっていうのが一番でかいかな。そう、今までねこうガンマをねレベル4とかにしないと確か2発になんなかった、9だっけな、まあ、どっちか覚えてないんですけど2発になんなかったんですよ。2発にする必要性がなくなったので、これ結構でかい調整かなっていう感じです。さあ、個性初動レベル9にしちゃいました。これね、味方にも上げたかったんですけど、付近に敵が降りていたんでね、ちょっとパパッと自分に上げちゃいます。オッケー、体力回復してこの後戦っていきましょう。まあ、ちなみにアルファをレベル9にすると8発、ここはね現在変わってないですね。ここは前から8発だったからね。まあ、ただ大きな調整としてはガンマだよね。この2発がどういう効果をもたらすのかっていうところですね。まあ、ちなみにストライクデックね、皆さん使ってるんでわかるとは思うんですけど、10発、まあ、1発からね、あの5発の弾が出るんですけど、1発消費すると指から5本だからね、指5本から弾が出るんですけど、10発敵に当てるとダウンします。はい、この使用をお忘れなく。さあ、これ当てていきます。しがらきが来てるね。アルファ打って105、もう結構食らわしたね。もう一回105食らわしたら敵はねコローンって転がる感じですね。このねアルファ射撃のダメージ自体は多分このゲームのキャラの中で一番高いのかな。いや、でもオールフォーワンが出たからそういうわけでもないか。でもかなり高い方なんですけど、やっぱねこう前段ヒットさせる難易度が結構高いんで、そこがねみんなこうなんだろうな、あるこのストライクデックを敬遠してる理由かなっていう感じですね。うん、やっぱね2発でフルヒットさせれば2発でダウンさせられるんだけど、フルヒットさせるのが何分難しいから、どうしてもね使われないキャラになってしまってるんですよね。さあ、これはしがらきに対してアルファ打って、まあ、ダメ取れ、まあイーブンぐらいか。でもちょっと苦しいな、かなり苦しい状況ではあるが、ここはね逃げるべきとこじゃないんで、逃げずに戦っていきます。さあ、ガンマで敵を仕留め切っていく、ナイス。さあ、これしがらき角入れちゃいましょう。オッケー、はい、いいですね。まあ、ストライクデックがね避けられてる理由ですよね、そこがね。こうアルファ当てやすいんだけど、10発当てんのがそもそも難しい。でも10発当てないとダメージ対して出ないっていうね。うん、まあかなり難しいキャラではありますね。まあダウン値がなかったらなかったでめちゃくちゃ不利になるしって感じだよね。もうちょいダメージ上げてもいいんじゃねって思うけどな。120ぐらいまで上げていいと思うんだけどね、こうフルヒットさせた時アルファを。さすがに今ね低すぎるんだよ。さあ、これは救援していって、仲間もなんとか起き上がることできましたね。初動ファイトなんとか勝利することできました。まあ、敵に近づかれたらガンマを使って、まあ、中遠距離、まあ、中距離ですね、遠距離もやから中距離ぐらいは覗きアルファで戦っていくのがいいかな。で、近距離まで近寄られたらわざわざ覗くんじゃなくて、もうアルファ適当にぶっ放すだけでも強いです。はい、覗きにこだわらない、これが大事ですね。さあ、正面にデクがいます。あのデクに対して、まあ、このぐらいの距離は覗いた方がいいね。覗きアルファでダウン持っていく。さあ、これはガンマで空中上がってアルファアルファ、オッケー。ちょっとダメージ入ったけど味方の方カバーいきましょう。届きに見えますね、これも転ばしてあげて、届きに対してここの距離はね通常アルファだね。はい、倒していきます。いいですね。さあ、この距離も通常アルファ、覗きじゃない。うん、意外とねこんな感じダメージ出るのよ、覗かなくても。だから覗きにこだわりすぎないっていうのも結構大事ですね。さあ、これ個性強化していきましょう。まあだいぶねもう強くなったよ、もうレベル9だから。さあ、ベータを上げていきます。まあガンマはね今ね1から3の時2発ってことでね、まあこのままにしておきたいですよね。せっかくだったらベータ上げたいよね。まあ、ベータもね強いんだけど、スーパーアーマーついてないから普通に敵に弾かれちゃうんでね。まあ使えないことはない。めちゃくちゃ高所から下の敵に対して使うと、ベータってねこう落下する距離が長ければ長いほど、あの個性の範囲がアップするんでね、その範囲アップを利用して敵に大ダメージを与えていくこともできます。さあ、目の前にエンデバーとオールフォーワンいますね。敵がこっち側に寄ってきているので、これはね引きながら打っていきます。剣道ちゃんに大ダメージ、オールフォーワンにもダメージ、オッケー。うん、100ダメージやっぱねでかいね。
ダメージ的にね。さあこれ剣道ちゃんが隠れてるはずなので、これ追いかけていきます。アルファアルファ結構ダメージ与えたけどな、死にはしないか。これ近寄ってガンマ、オッケー、いいね。敵の攻撃に合わせてガンマを撃つ。こっちは体力あったからね。さあしっかりと、おっとヘルス回復したいけど撃たれてますね。これ一旦上ポジション登っちゃいましょう。今ね、このね、前だったらここ例えばね、追いかけられたらもうそのまま負けるしかないみたいな感じだったんですけど、今ガンマ2発あるからね、ワンチャン追いかけられても対応できるって感じですね。これ下ポジに結構いるっぽいな。なんかナイフめっちゃ食らってんな。これ良くないですね。一旦ちゃんと回復した方がいいかな。うん、こういう時はなんかこう、なんかシールドと体力両方削れてる時ってなんかちょっと回復しづらいですよね、本当に。さあこれ全体じゃなくてちっちゃいの飲んでいって、目の前でやり合っていますね。トドロキもいますね。トドロキとトガちゃんとなんか他にもいっぱいいるので、まあそんな無理しない程度に打ち合っていきましょう。トガちゃん転ばしてからのこれ逃げていきますね。逃げるのでこれは浮いてからアルファ打っていく。ナイス。さあこれ上ポジション取れればでかいが、トガちゃん結構ゲーズったぞ。これ瀕死なんじゃない。ちょい追いかけていくも、トガちゃんプルスウルトラ切ってくる。プルスケイオス、これはちょっと打ち合うのあんま良くないね。爆豪追いかけてきそうなんで一旦引いちゃいましょう。さあ引いて回復、これ全体のシールド入れてオールフォーワン。こっち見てんな。危ないね、非常に危ないです。でもなんとかなりましたね。オッケー。でまた空中浮いて、あのオールフォーワン邪魔なんでね、下ろしていきましょう。こっちに向かってアルファ打ってきていますが、まあ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 大丈夫でしょう。オールフォーワンはね、マジでアルファダメージは本当に強いから注意しながら戦った方がいいですね。さあオールフォーワン目の前で回復してね。これガンマで上浮いて反対側渡っていきたい。今これガンマのクールタイム切れちゃいましたね。こうなるとね、敵に攻められた時マジ何もできなくなっちゃうんで、ガンマは1個は残しておくようにしましょう。真下で打ち合ってる音がするんだけど、どうだ。まだトガちゃんとか爆豪とかオールフォーワンとかいらさんだね。爆豪いますね。これアルファを当てていく。はい、覗き、ちょっと距離離れたら覗きって感じですね。近かったらもう通常。 OK、 削って、これ下降りるかどうかはちゃんとね、敵の位置見てから考える。俺は降りない方がいいですね、まだね。 OK、 しがらき削ったので横サイドに回っていきましょう。オールフォーワンもちょっと削られておりますね、体力ね。このままオールフォーワン周りで戦ってあげたいところなんですが、一旦上ポジション行っちゃいましょう。 OK、 この上ポジがマジめっちゃ強いからね。おっと敵のオールフォーワンいる。そこそこ体力削っているが、あー上逃げていきましたね。オールフォーワンがオールマイトの個性使ってるのなんかおもろいないいですね、ゲームだからこそ。奪えないからね、原作だとね。 OK、 これオールフォーワンが物資漁ってるので、これはちょっと漁るの待ちましょうか。ここで待ちですね。天井を壊しておきます。これ上ポジからね、一方的に撃たれちゃうから、一応ね、自分たちの真上のところ壊した方がいいですね。邪魔くさいんでね。穴開いてんだよね、あの穴が意外と厄介。 OK、 さあこれでまあまあまあ敵に対してエントリーしやすくなりましたね、壊したことによって。さあ上ポジション取ります。トカちゃん目の前いる。これはダメージ食らわずに、んー、なんとかなったね。危ね、危ないけど、まあまあまあいいでしょう。さあ爆豪いる。爆豪に対して105ダメージ。上ポジションいったかな、爆豪は。トドロキくんとかいろんなやつが他にもいるからな、気をつけながら戦いましょう。トドロキいる。さあベータ大ダメージいいよ。200ダメージぐらい入ったかな、かなりでかいね。そうベータってね、肉50、シールド150削るんですよ。衝撃波の方はシールド150削るんですよね。200ダメージ攻撃ではある。ただかかとの部分当てるのがめっちゃむずいから、200ダメージめったに入ることない。だいたい衝撃波ダメージの150だけ食らわせるって感じの方が多いかな。うん、上からだったら当てやすいっちゃ当てやすいんですけど、やっぱねコンボとかに繋がんないから、そこがねこのストライクデックが評価されないところなんですよね。あれが例えばね、空中に跳ね上がってそのまま攻撃できるとこだったらね、評価されるんですけど、そのまんまだからな、そこなんだよな、渋いところ。あとガンマとベータつながるとかね。さあこれ爆豪を撃ち落としていく。意外と射程長いでしょ。そう、意外と長いんすよ、地味に射程が長いんすよね。さあこれ爆豪各入れていきましょう。目の前に僕がいますが、これはベータで吹き飛ばしていきます。さあガンマ使っていいよ。これアルファ2発当てて、トガちゃんまあ削れてはいるけど、今ベータ失敗しましたね。はい、まあ、しょうがないです、ベータ失敗するのは。だって持ってないもん、スーパーアーマー。スーパーアーマーがあれば成功してるんですよ、あれも。もうスーパーアーマーないからしょうがない。さあトドロキが目の前にいる。これはガンマで上浮きます。トドロキの方に近寄っていって、ベータ OK、 150ダメ。さあこれ壁登って、はい、トドロキ氷使ってくるよね。
トドロキくんはね、大体氷使ってくるからね、上ポジションに登ってあげましょう。これはオールフォーワンと打ち合っていく。オッケー、ここはもうダメージ取れると完全に勝ったので、相手は引くしかないんで、一旦回復しちゃいましょう。はい、オッケー。仲間のオールフォーワンの体力がそんなにないので、ちょっと不安ですね。一応ね、これね、後ろ側の茂みもクリアリングしてあげて、味方がね、回復するとき安全な場所を作り出してあげましょう。上にトガちゃんがいるので、上のトガちゃんをアルファで撃ち落として、フォロワー詰めていく。上ポジション取り返すのが大事なんでね。ちょっとオールフォーワンの体力心配ですが、トガちゃんに対してアルファ撃って回復させない。できるだけ今僕が時間稼いであげましょう。ザ・オールフォーワン115ダメージ与える。目の前にいるね。これはちょっと食らっちゃうかな。しょうがないね。まあでも逃げ切ること自体はできるはず。ベータ使って、これは外れる。オールフォーワン目の前いるよ。これアルファ打って、アルファ打って、当たらない。でもポジション自体は悪くない。別に上ポジにいる敵はね、すぐ僕が弾きに行ってあげましょう。はい、僕ショットガンなんでね、ショットガンで弾きに行きます。フルバレットショットガン。こういうキャラもっと増えてほしいな。なんか最近でもどのキャラも吹っ飛ばし系多いよね。さあ、これはしがらきしっかりダウンさせていって、 OK、 ベータ跳ね上がっていく。これガンマでトガちゃんはいなかったね。まあしょうがない。でもしっかり隠れていこう。オールフォーワン来たね。トガちゃんも来てるね。ちょっとなんかまずい気もするな。でも味方がしっかりここカバーしてくれてる。オールフォーワンダウン持っていく。いいね。さあ上上がってからアルファ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 。目の前にバクゴいるね。これバックゴー気をつけながら戦わなきゃいけないよ。ガンマで一回上ポジション上がって、ちょっとまずいのでビル上上がりましょう。状況分かんなくなったらビル上上がる。さあビル上上がったことによって状況分かりやすいですね。今バックゴー目の前いる。これはベータ、オッケー。ダメージ食らしてく。ガンマで防いで上ポジ登って一旦回復しましょう。オッケー、いいね。あといても1枚なんで、もうワン部隊なんでね。これでラストかな。このしがらきでラストかな。今ガンマ失敗しましたね。でベータ、これを外れる。で爆豪ガンマで仕留めて、あとしがらきだけだね。しがらき目の前いるっぽいな。オッケー、目の前のしがらきも味方がダウンさせていく。いいね。これで勝ちかな。はい、フルバレットデック今回使っていきました。強化内容を改めてまとめていくんですけど、アルファのレベル1から3の時、なんて言うんだろうな、弾数が多くなりました。そしてガンマもレベル1から3の時、弾数が多くなりました。はい。まあ、それだけなんですけど、だいぶ戦いやすくなったかなっていう感じなんでね。フルバレット持ってる方はね、ぜひぜひアプデ後使ってみてください。また次の動画でお会いしましょう。皆さん今回もね、最後まで動画をご視聴ありがとうございました。バイバイ。